はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる日までです。夏の高校野球注目の一戦。神戸国際大付属 VS 長崎商業。実力拮抗の2校の対戦。ということでやっていきたいと思います。夏の高校野球、夏の甲子園もですね、25日が終われば、ベスト8が出揃うという形になってきました、はい。あともうちょっとでね、終わってしまいますよね。 はいまあ、そんな感じの、えー、甲子園なんですけれども、ですねそんな、えー、甲子園の、えー、ベスト8を争う試合の中で、えー、今回、ね、注目の試合として紹介させていただきたいのは、神戸国際大付属と、えー、長崎商業の、えー、対戦なんですね、えー。長崎…違いますね神戸国際大は北海のジンクスと呼ばれる、えー、北海大戦の後に、えー、次の試合で負けると。 いうのを3度目の正直、2回連続そうなってたんですけども、3度目の正直で、えー、破って、初の甲子園、夏の甲子園、初の甲子園じゃないですね。初の甲子園だと春も入っちゃいますね、えー。初の夏の甲子園2勝目というのを挙げたんですね。二、えー、2回ね、1つの大会で2回勝ったことがなかったんですけども、つ、え、い、ー、に神戸した2回目の勝利を、一、えー、1大会2勝目を挙げたということですね、えー。北海に勝った後の試合で初勝利を挙げて、えー、まあ、あの、勢い乗っている。 という点がね、大きいところなのかなと思いますけれども、夏の大会で初のベスト8、そして春夏通じて初の決勝進出や優勝を狙っていくというのが神戸国際。対する長崎商業の方もですね、69年ぶりの1大会2勝目を挙げました。69年ぶりのベスト4、そして初の決勝進出や優勝を狙いますと。 神戸国際大付属の方がですね、過去の出場が、春5回、夏2回、今回含めて夏は3回目の出場になります。で、今回で通算8回目の出場。対する長崎商業も、過去の出場が、春2回、夏7回。 今回で8回目、通算で10回目ということになります。両校ともベスト4が最高と、歴史こそね、長崎商業の方が長いんですけれども、甲子園出場の歴史ですね。長いんですけれども、まあ似ているね、2校なのかなという感じですよね。これだけ見るとね。はい、そんな両校の県大会での成績はどんな感じになっているのかなと言いますとですね、神戸国際大付属の方が打率3割5分7厘で21位。 平均得点7.7点で26位。平均本塁打1本で6位。平均盗塁数1.7個で27位。平均システム。 1.4点で18位。平均失策数0.6点で22位という形になります。対する長崎商業の方は、打率2割9分3輪で45位。平均得点4.6点で47位。平均本類打0.2本で34位。平均盗塁数0.2個で47位。平均失点2.2点で34位。平均失策数0個で1位と。 いうことですね。はい。平均失策数以外の全ての項目で神戸国際大付属の方が勝っていて、えー、県大会の結果だけを見ると神戸国際大付属の方が強いのかなというふうにも見えるんですけれども、しかしながらですね、甲子園では長崎商業も仙台松戸を破るなど、えー、強さを見せており、まあ実力的にはね、拮抗している良好なのかなと、まああのー、県大会甲子園と両方の結果を見ていくと、まあ同じくらいなのかなっていう。 ふうに思っています。で、えー、神戸国際の方はですね、えー、総得点が54点、県大会ですね。県大会の総得点が54点で全体の8位。そして、本塁打7本で、えー、2位と。攻撃力があるという感じなんですね。で、えー、西川選手という選手が、その中でも本塁打3本で5位。えー、得点が、えー、10, 10点で12位と。またね、えー、竹本選手も本塁打2本と。 で、11につけているという感じになります。投手の方もですね、えー、夏の甲子園での登板こそ少ないんですけれども、2年生の楠本選手が、えー、から20奪三振で28人つけています。神戸国際は先ほどの楠本選手がマックス144キロ、そして、えスライダーとチェンジアップを持つ、プロ注目の2年生。そしてですね、えー、春まではエースナンバーを背負っていた、 えー、マックス147キロと多彩な変化球を持つドラフト候補の3年生、坂上選手の2枚看板という感じなんですね。えー、今大会ではですね坂上選手が14回を投げて10奪三振、自責点3点、えー、楠本選手が4回を投げて3奪三振、自責点0で、少ない当番ではあるものの、四死球を0と安定していますという感じです。 えー、坂上選手はですね、えー、二刀流でも注目されていて、外野手も兼ねています。えー、県大会では打率4割5分8厘、えー、本塁打1本と活躍しています。そしてね、えー、甲子園でも、えー、本塁打1本、3打点と活躍されているんですね。はい。で、えー、県大会で四割、打率4割を超えていて、えー、本塁打3本、10打点を挙げた西川選手が甲子園では7打数1安打とちょっと注目気味であると。 いう感じ。なので、ぜひともね、この試合で、えー、活躍してほしいですね、という感じです。対する長崎商業の方はですね、えー、県大会で失策数ゼロと堅実な守備を見てたんですけれども、えー、と、甲子園ではですね、2試合ですで、えー、に失策強盗、守備の狙いがちょっと気になると。この辺ね、補正してきてね、えー、しっかりと守っていくというのが、えっ、ー、と、今回のね、ポイントになってくるのかなという感じではあります。えー、で、えー 県大会はね、5試合中3試合を1点差の接戦で制してきました。県大会での打率2割9分3厘、得点23点で出,合中出場校中、えー、下位に進んでいた打線ですが、甲子園に来てから絶好調で、えー、打率4割06厘、えー、14得点と爆発しています。中でもね、松井選手が8割、えー、鬼塚選手が6割6分7厘と。まあ、他ね、えー、大坪選手、 えー、横田選手、宮城選手のら5人がですね、四、えー、4割を超えていると。感じです。えー、当主手陣は、えー、木戸選手、田村選手の2枚火炎版という感じですね。こちらも2枚看板という感じです。はい。打撃力のある北海、えー、そして高川学園を相手に4失点に抑えてきた神戸国際大と、 仙台松戸の高投手、深沢選手と岡本選手を打ち崩してきた長崎商業という感じで、えー、攻撃力であれば長崎商業、守備力であれば神戸国際といった感じなのかなという感じです。ね。どちらもね、あのー、スポーツ紙などの評価で、えー、格上の相手を、えー、打ち破って書き、 勝ち上がってきた両チームですので、まあ、神戸くといえば北海。そして、えー 長崎商業で言えば、えー、仙台松路ですね。この辺倒してきていますのでね、えー、ぜひどちらにもね、頑張っていただきたいと思います。まあ、どちらが勝ってもね、面白い一戦なんですけれども、まあ、あの、地元兵庫ということでね、神戸国際に勝ってほしい気もするんだけれども、まあね、ちょっと神戸国際ってね、兵庫県の地元の中ではちょっとやんちゃな学校で、あの、僕自身もね、ちょっとあんまりいい思い出がないという感じはあるんですよね。うん。 まあその辺があるのでね、まあ、あの、効力臭い勝ってほしいなという思いもあるんですけれど、まあ、今回はね、えー、どちらも頑張れという形でね、えー、両方応援していきたいかなというふうに思っています。まあ、どっちが勝ってもね、おかしくない、えー、実力きっ抗の2チームだと思いますのでね、ぜひ両選手ともね、悔いが残らないように、えー、頑張っていただければと思います。はい、以上になります。えー、よろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてね、いいねをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございました。フリーライターのいつか笑って過ごせるヒまりで,でした。